今シーズンから、はい、クラブ契約。おっと、エポン。俺ね、クラブ本当どうやって作られてるとか、エポンはなんでいいのかっていうのをどんどん皆さんに発信していって、それをこれからお伝えできればなと思ってます。はい。まあ、あと僕からは、まあ、今年いろいろメーカーさんから発表になって、そのステルスもそう、ローグもそうですし、あと、まあ、仲良くさせてもらってる方がですね、まあ、コブラにいたりとか、うん、でコブラってこういうやつですね。そうそうそう、やつがですね、これジャガーだっていうのが、コブラが実はちょっと、まあ縁あってある方のフィッティングをさせていただいて、後でインスタに載せますが、リッキーリッキーじゃないんだ、サインリキャップもらいましたけどなんですけど、まあ、その時に、まあ、コーラのクラブを出してもらったんですよ、うん、すごい良かったんですよ実は。それ知ってる、はい、めちゃくちゃ良くて、で実は片山慎吾プロも、うん、いやコブラのドライバー使いたいんだって言ってリクエストがあって、今これから僕作るところなんですよ。あ、そうなんだ、はい、だからテストをする対象に入ってるんですよ。へ、もちろんそれがツアーで、ね、活躍するかどうかっていうところはまた別の話なんですけど、うん、で小倉さんの方に連絡して僕もそのヘッドをいただいて、今これからちょっと組み上げて、まあ、出荷をする形にはなるんですが、いやそのぐらいやっぱり小倉さんのクラブって、うん、あんまりその世の中的にこう、ね、日の目を見ることが今のところないんですけど、大きいイメージなんか、そうだね、それがですね、全然やっぱりイメージと違ったものがポンって渡されて、おい、これめちゃくちゃいいじゃんみたいな、見た目が。コブラだけの小ぶりなの、小ぶり、小ぶり。460cc です。そうですね。はい。そうですね、はい、なんですけど、それを出してもらった時に、いや、僕の中ではすごい、実は結構コブラさんって硬い、打感が硬くてバカンって弾いていくっていうイメージがすごいあったんですけど、うん、全然打感も柔らかいし、ボールは今度ギュッて押すし、うん、これすごいいいじゃんってなって、うん、ちょっとそれもフルラインナップでちょっと指導をしながらとか、こういうなんかちょっとマニアックな情報とかも入れつつ、うんうん、俺トラスティラスティってウェッジ使ってたな、あれあれですね、デュバル、デュバル、そう、デビッド・デュバル、デビッド・デュバル、デュバルっていうのはコブラ使ってたの、はい、あのラスティウェッジっていうのを使ってたんですよ。知らない、知らないか、俺がゴルフやる前の話だわそれ。ドライバーとかはタイトですよ。そうだ、うん、そう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 、ドライバーとかタイトなんですけど、うん、ウェッジだけラスティだったんですよ。あの59出した時ね、はい、59だったよね、あれ。そうです、最終日59で大逆転優勝したっていう。そう、ラスティウェッジってめちゃくちゃソール幅のなくて、ね、すごいソール幅薄いんですけど、マッスルバックみたいにのアイアンみたいなソールなんですよ、で、うん、真ん中が後ろがえぐれてる、そう、えぐれてるっていう。もう話聞いただけでめちゃくちゃ難しそうじゃん、うんうん、すっげえ優しいんですよ、ね、なんであれいいクラブだったよね、いいウェッジでしたよ、うん、へえ、当たるのに抜けるっていう、うん、なかなか、俺ね自慢じゃないけど、なんかさ、パターの上手い人ってパターの名器持ってない、持ってる、いいパターン、うん、そうっす、で下手な人ってなんか変なパターン持ってるしね、うん、でドライバー下手な人っていいドライバー持ってたりってあるじゃないですか、うんうん、ああ、ある、そうでしょ、うん、俺ね自分でゴルフの中で俺ウェッジが大好きなの、はい、で得意なの、はい、ウェッジがうまいですよね、で俺ねやっぱり歴代俺の使ってきたウェッジをこうやって思い返すと、あ、やっぱすげえいいクラブ使ってきたなって自分で思っちゃう、うん、トラスティラスティでしょ、はい、ワッツウェッジ、うわー懐かしい、使ったりとか、何それ、まあ、ピンアイ2から始まってたけど俺そう、ピンアイ2からワッツウェッジで、でね、コブラ行ってって、まあまあいい、はい、ワッツウェッジって、うん、MT、うん、何でしたっけ、28のの前、あの、んんどこでしたっけ、あれ、え、プロギア、プロギアか、ワッツウェッジはプロギア、そうだ、そう、ブライアン・ワッツだな、そうだ、ワッツウェッジ、そう、僕その時ちょうどワッツのクロチタン使ってました、ああ、黒銀赤ね、はい、うん、実は赤リシャフトするとすげえ飛ぶぞって、うん、あ、ごめんね、なんか俺ね、俺のゴルフやる前の話だから全然そうですね、そうです、何年前、二十何年前ですか、二十何年前よ、だから1900年代でしょ、1999年とか、データ601とかさ、
いやもう511とか611とか、ね、711とかね、はい、あそこら辺すごい。もう俺ゴルフを始めた時すでに高反発で V1 だから、そんな時代ですか。コンペッション90とか知らないですか、うん、全然わかんない。ね、ありましたよね。だって俺正直ジャンボ尾崎選手の現役での時ってあんまよくわかんないから、じゃこれ知らないですか。いやさっきからみんなこれやってるじゃん、はい、それなんだろうなと思ったけど、はい、それを生で見たことがないし、はい、本当に俺ゴルフ始めた時にゴルフ場行った時にまだジャンボさんの名残で後ろ髪長い人がいて、うん、なんでゴルフ場行くと後ろ髪長い人いっぱいいるのって聞いたの、聞いたんだもん。いたー。あ、そう、めちゃくちゃ派手なウェアで、そう、はい、だからすげえなんか不良っぽいおじさんがいっぱいゴルフ場にいんなっつって、みんなこうやってね、だからこうやってポケットから小指出してね、そうそうそう、こうやって、はい、だからなんでゴルフ場行くと後ろ髪なんか日焼け、うん、なんかここ日焼けするの嫌なのかなとか、なんかそういうの思ってたから勝手に、うん、高見和弘さんとかなかったですかね。そうそう、長いです。懐かしいな。懐かしいですよ。うん、そうだ。で、ワッツウェッジ。俺、だからね、そう、高校生の時とかね、トミーアーマーとか使ってた。はい、懐かしいですね。シルバーソフト。トミーアーマー845。はい。そう。すごいいいクラブだった、あれも。へぇ、うん、そう、ワッツウェッジ行って、トラスティ行って、でその後なんだろうな。でも、その後でもやっぱね、ボーケーとか。うん、うん、僕ボーケーが前飛ばなすぎてダメだったんです最初。前飛ばなすぎて、あのスピンミルドってあったじゃないですか、あれがもうバンっていってスピンが効きすぎて前に飛ばないんですよ、うん、スピン量多すぎると、ね、多すぎて、うん、でなんでこんなに飛ばないんだろうから、うん、僕のなんかクラブがの悩みが始まった気がします。ウエッジの悩みが。そうなんだ。で分かんないからなんでだろうってロフト立てればいいのかなとかって思っても、うん、やっぱり同じ距離飛ばないですね。思った距離が飛ばないっていうところで、うん、まあ、スピン量って大事なんだっていうのはその時に思いました。うん、ちょうど僕研修生してる頃のね、1999年とか2000年ぐらいにスピンミルドって入り始めたんですよ。うん、そうなんだ。はい。22年前。俺が2年。ああ、はいはい。だからオイル缶フィニッシュとかあったじゃないですか。うわ、あった。ありましたよね。あった。で、あれが錆びちゃう錆びちゃうって言ってて。うん、でその後にスピンミルドが出始めてきたんですよ。あ、そうか、あったわ。でそしたら今度バランスが重いっていうことに気づき、うん、で結局なんかクリーブランドを使うみたいな、うん、ああね、クリーブランドも重くない重かったですけど、でも当時のそのバランス D6 とか D5 とか出てたよりも D3 とか D4 とかだったんでちょっと軽かったんですよ。クリーブランドってさ、一回シャフト抜くとさ、シャフトの中にさ重り入ってるからあれ抜くといいんだよね。すげえ楽になるんですよ、うん、でそっからクラブをいじり出すっていうことが始まるんですよ。僕も。ああ、なるほどね。はい、うん、そうか、面白いね。だからね、今年クラブいろいろ俺もね、なんかいろいろ注目してやろうかなと思ってる。はい、うん、僕もだからクラブを組み立てる動画なのか、まあ、グリップ入れるところとか、まあ、グリップ交換とかもされる、うん、個人でされてる方とかもいると思うんで、うん、グリップを入れるところの動画とか、うん、なんかそういうのもちょっと公開していこうかな、うん、こういう風にやってます。そういうの嫌がってたの。まあでもちょっと最近こう世間を賑わす事件がいろいろあるので、うん、でやっぱりそのちゃんとクラブ、まあ個人で組まれてる方、まあね、うん、楽しみで趣味として、うん、まあ組み立てをされたいっていう方もいらっしゃると思うんで、うんうんうん、本当に、こういうことには気をつけてくださいねっていうところと、うん、プロはこういうところでちゃんとここにこだわって作るから、まあ、お金を出す価値があると感じていただきたいなっていう部分があるので、うんうん、まあ、そこはちゃんとちょっと皆さんにお伝えをしていこうかな。グリップ交換でこう勢い余ってビュッてやった時ピュッと出るのを気をつけましょうとか、そういうやつでしょ。そういうやつです。そうです、はい。それをね、入れすぎです。あ、入れすぎ、入れすぎ。妖怪を使いすぎちゃうから。で、頑張りすぎるとすげえ伸びてこう薄くなっちゃうんですよ。グリップがウィーンってこう、イオミックとか、エラストマの素材はそんなことないんですね。ゴムじゃないから。そうなんです。ということで、一回上村慶太さんにクラブを組ませてみよう。あ、それ面白いじゃん。ああ、それやりたい。そう、横で俺が教えながら、うん、慶太さんクラブ組む。ああ、いいよいいよ、すごいよ。で、出来上がったものを俺と慶太さんで比べるっていう。うん、ああ、いいね。やってみましょう。いい、やろうよ。全然違う。そりゃそうだよ、そりゃ。ただ、パーツって少ないじゃん。グリップ、シャフト、まあ、ソケットと、ソケット、接着剤、テープ、もうすごい少ない。プラモデルと比べたらすげえ少ないじゃん。ミニ四駆より全然少ない。でも、この差だけでもすげえ差が出ると思う。いやいや、それは
違うですよ、うん、ケーキ職人とチーズケーキ対決するのと一緒でしょ。だってそう、まあそんなもんですね。それは全然違うでしょ。だってやってみましょうか、うん、和菓子職人とドラ焼き対決するのと一緒でしょ。そりゃ違うよ。何回言うんですか、あと何イタリアンシェフとジェラート対決するのと一緒でしょ。うん、いやでも、ね、違うよ。インドルは、まあまあ、ということで、そういうものも今年はいろいろこう組み込みながら、うん、はい、ちょっと、皆様にお届けしていきたいと思いますので、うん、今後ともご視聴ほどよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今年も脱線するな。長いな、仕事。それを送る、うん、まずは、うん、聞いて頑張ってよ。俺頑張ってサムネイルの写真とかどうでもいいから。写真どうでもいいな。サムネイル